はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースとデンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速今週の映画なんですけども、うん、今週はですね、まあ先週その脱同性愛運動についてのドキュメンタリー見たんですけど、今週はその流れというか関連付けて見てて、トランスジェンダーとハリウッドっていうねドキュメンタリー映画を一応見てて、はい、うん、まあなんすかね、これはまあトランスジェンダーをハリウッドがどう扱ってきたかっていうのがまあメインなんだけど、まあそうですね、ちょっとまあ先週とはなんか同じような流れのようで、ちょっとねちょっとね毛色は違くて、うん、まあ、一応放題で過去現在そしてっていうので、うん、まあこのタイトルが意味してる、まあいわゆるもともとどうだったか、はい、いわゆるまあもう1950年代とかもっとその頃からさ、うん、どう扱われてたトランスジェンダーっていうのを、ね、映画界でハリウッドといわゆるそのテレビとかね、はいはい、エリアの中でどう扱われてきたのかっていうのと、うん、まあ、そして今どうなってるか、うん、そして今そしてどうなるかっていう話が合わせて描かれてるんですけど、うん、まあどうでした、キャプテン、これ見てみてし、うん、まあそうですね、まあもちろんこの映画のメインテーマなんでしょうけど、うん、やっぱこう、まあ、やっぱこうステレオタイプのイメージってやっぱ、まあ、まあ怖いっていうか、まあ何ですかね、まあ、やっぱ視聴者、僕も視聴者として、うん、多分まあこれを見てて、そのもちろんアメリカのとか見てなかったですけど、うん、まあ、子供時代とか、はいはい、まあ、いわゆる、まあ、これでもそのステレオタイプでこうちょっと何ですかね、ギャグ的に描かれるっていうんですかね、コメディ的に描かれたりとか、まあ、だからあんまり最近言っちゃいけない言葉で言うより、オカマキャラみたいな、そうそうそう、まさにお姉キャラ、オカマキャラみたいなの、まあでもまあそれ以外にもその殺人犯的な要素出てきてもするけど、結構日本とかもね、殺人犯とかであんま描かれてるイメージじゃないけど、それコメディ要素の強いキャラクターで描かれるステレオタイプってめちゃくちゃあったなと思って。まあだからそれこそ日本ってさ、先週も話したけど、いわゆるそのお姉キャラ的な人たちがいるんだけどさ、うん、いわゆる強烈なキャラクターを求められるじゃん、はっきり言って。そうですね。人自体にさ、うん。でさ、まあだからこれ映画の中でも言ってんだけど、まあ、アメリカ人も多分そうだけど、日本も多分そうだと思うんだけどさ、うん、アメリカ人の8割トランスジェンダーの知り合いがいないっていうのが出てくる。あ、はいはい、出てきましたね。これが結構やっぱその、なんだろうな、そのキャラ化する、ステレオタイプを強化してしまう原因でもあって、うん、まあ実際俺も自分の知り合いにはトランスジェンダーの人やっぱいないんだ。僕も今までに、まあ、もしかしたら、その要は隠しててっていうね、うん、公表してなくてっているかもしれないけど、うん、公にしてる人では確かに出会ったことすらないかもしれない。そう、まあだから俺はまあゲイの知り合いの人とかいるんだけど、それでもやっぱりトランスジェンダーって人はいないから、やっぱそのいない人っていうのさ、そうか、まあだからこれはさ、だからなんだろうな、これはまあでも逆に言っちゃうとさ、俺にはゲイの友達がいてゲイに理解があるんだって差別言葉を話す人もいるから、ああなんかそういう言葉もありますよね、なんかねあの結構問題だなと思うんだけど、まあだからはっきり言うとこう知らないからさ、その人たちのことを、うん、ってことはどうするかっていうと、これはだからあれだよ、あの黒人のさ、サーティスでも出てきた、うん、結局テレビで出てくる情報を全て鵜呑みにしてしまう。まあそうですよね、確かに。あ、こういうもんなんだっていうかね、こういう感じなんだって。で、まあまさにそれがね、描かれてて、まあこう、1971年ぐらいのコメディ映画とかもいろいろ出てきたりとか、うん、出てくるんだけど、まあ最初は笑いの対象だったっていうね、このトランスジェンダーってもの自体、うん、はいはい、まあ、だからトランスネタイコール笑わせてるっていうよりどっちかと笑われてるイメージだっていう。うん、まあ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 。話が出てきて、まあこれでも出てくる D.W. グリフィスよっていうね、うん、あの国民の創生の、そうですね、そうそうそう、まあだから映画としては素晴らしいんですけど、この人自体が差別主義者だったせいで、うん、とにかくステレオタイプの乱れ打ちだと。なるほど、そうですね、うん、まあ黒人に対してのステレオタイプすごいし、トランスジェンダーに対してのトランスのいわゆるそのトランスネタ的なものに対しての笑いネタもめちゃくちゃ入ってると、うん、でしかもその多分その当時そんなメディアが多様じゃないから、そう、まあ、当時の、まあ、その知らない人たちからしたら、あ、こういうもんなんだっていうのが強烈に植え付けられちゃってるわけですね、まあ、しかもまあ1950年とかそういう時代っていうのは、まあ、いわゆる異性層だから、まあなんだろう、まあね、そうだよね、男性だったら、これびっくりしました、そう、これ自体が罰だったから、罰金だったから、うん、っていう風にねなってたから、うん、そこも含めてよりこう強固なステレオタイプを生んでしまうっていうね、まあだから映画だからできるっていう、うん、はいはい、そしてトランスジェンダーを演じてきたら多分トランスジェンダーじゃないってことだよね、まあそうですね、はいはい、っていうところでやっぱりあったりとかして、まあだから、
なんだろうな、有害なトランスジェンダーさみたいなね、トランスジェンダーのイメージみたいな、うん、なんかまあ、トランスマスキリンって出てくる、これはあのマスキリンティーっていうのはさ、最近あの、うん、有害な男性性って言葉で使われる言葉だけど、はい、うん、まあ、マスキリンっていうのが出てきて、まあ、要は、これでまあ、ひどいなと思うのは、この映画の中でさ、このグリフィスのさ、うん、いわゆるその、女性が男性に変わるっていう描写が出てくるんだけど、はいはい、これまあ、はっきり言って人種差別も入ってて、うん、そう、白人の女性が白人の男性になると、そのまま理想の男性みたいになるわけ。うん、いわゆるお金持ちの超エリートの人に変身するんだけど、紳士的でね、はい、黒人は、黒人の女性が黒人の男性に変わるっていうシーンだと、うん、非常に粗暴で乱暴な感じになる。うん、なるっていう。だからもう、まあ、これはちょっとだから二重三重でね。そう、まあ、だからなんだろうな、あの、なんていうんですか、差別の数え役満みたいになってるんですか。うん、そうですね、もうまさにね。ドラが乗りまくってる感じなんだけど。うん。で、まあ、あとこれでもう一個出てくるのが、いわゆる黒人の人たちの、うん、にとっての女装っていうのが出てきて、うん、ね。これはだから結構その、なんだろうな、俺たちの、話で言うと、いわゆるドラッグコカイン問題の時出てきた、うん、いわゆるその、男性の強さみたいな話だね。はいはい。これだからヒップホップで言うとギャングスタラップですよ、まさに。うん。いわゆる男らしさをアピールする文化ってやっぱ黒人の人にあるけど。うん。だから強く生きなきゃいけない。はいはい。だから逆に言うとカウンターで最近エモラップが出てくるわけだけど。まあまあ確かにね。それがまさにそのトランスジェンダー的な、いわゆるこう、うん、女装するってことに対してすごい恐怖があって、うん。いわゆる日頃マッチョな振る舞いをすればするほど、まあ確かにね、女装されたりさせられるのは虚勢されるのと同じなんだみたいな発想になっちゃう。うん。いわゆる男らしさを失うんだみたいな。まあそうですね。まあそれがまあ要はそのグループでのアイデンティティみたいなのの結構ね。で、なおかつその白人社会の中で黒人の男性っていうのは非常に暴力的で恐ろしい。うん。はっきりで脅威として描かれてた時期がすごいあって。うん。で、そこの手を変える形で男性を女装させることによって、うん。脅威を笑いに変えるっていう。ああ、こいつは笑っていいんだっていう状況にするっていう。うん、まあ、これも何度も言うように二重にも三重にも差別ですね。まあそうですね、はい。そう。っていうふうにまあ描かれるっていう話があって、うん、まあこれであとあれだよね。合わせて出てくるその映画の中で出てくるトランスジェンダーの人の役割みたいなものも一緒して描かれてて、うん、まあ一番分かりやすいのはまあヒッチコックだったりとか、うん、したときに、いわゆるその、性別を超えた人が犯人っていう場合がすごい多い。うん。はいはい、まあ、だからもうはっきりトランスした人が犯人なことがすごい多い。うん。まあだからなんだろうな。まあ、だから、うん、だからもう、だから 僕らが理解できないようなってみたいなイメージも意味も込められてそうですけど、確かにそういう。いや、そういうことだよ。だからいわゆるシリアルキラーっていうのは自分が理解できない人っていうので、うん、いわゆるトランスジェンダーが描かれちゃうっていう。うん。まあだから、この中でも出てくる羊たちの沈黙の、まあ、バッファロービルって言われる、ね、犯人がいて。うん、はい、まあだから彼は分かりやすくさ、女性がターゲットなわけよ、犯人として、うん、これはだからまさにトランスしたいトランス女性なわけですよ、彼は、うん、そのバッファロービルは、はい、まさにこの女性を連続して殺すってことがいわゆる女性の体を奪うっていう描き方になってて、ああ、はいね、うん、まああの皮を剥いで皮を着てるっていうシーンも、はいはい、そういう風になってて、まあだから本当にこういうのでさ、イメージがそうなっちゃうわけですよ。まあそうですよね。だからもう女性からしたらもう恐怖がね、どんどん増えつける。うん。うん。で、まあ、しかもね、それをさらにテレビでこう、情報を信じちゃうから、さっき言った知り合いにいないからさ。うん、はい。で、まあ。身近にやっぱいないっていうのがね。そう、だからまあ、これさ、あの、トランス男性、トランス女性って言葉が出てきて、うん、でどっちに変わったかね。うん、男性だったが人が女性に変わるとトランス女性って言われ方をして、うん、はいはい、女性が男性からトランス男性っていう話があって、うん、だからこのトランスジェンダーが難しいのは二重なんだよね、うん、要は同性愛かどうかはまた違うわけよ。まあそうですね。だからこれはまあ前にも話したけど、うん、性自認、はいはい、自分がどの性なのかと性的思考は違うと、うん、ってなっちゃう中で出てくるのが、いわゆるその間違ったトランスジェンダーの扱いっていうのがまた出てきて、うん、このレズビアンの人として描かれるっていう。はい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 、このね。こんなラマとかの中でね、映画とか、うん。でも、レズビアンの視点はトランスジェンダーの視点じゃないんだよっていう。だからそうですね。だから、レズビアンの人っていうのは、要は自分の、
体格好は女性でいいわけですもんね、別に。そうそう、で、恋愛対象も女性と、うん。トランスってことはもう、自分の見た目はやっぱ男性でありたいわけですもんね。そう。で、さらにトランス女性も別に見た目は女性になりたいけど、別にゲイの可能性もあるし。うん。ああ、まず。っていう話で。うん。っていうことになってて、結構まあ、理解するのが結構複雑化するというね。うん。で、これのせいで、だからこれ結構だから多いんだけど、うん、そのトランス女性に対しての差別の中で、うん、あの女性がすげえトランス女性に対して差別するっていうのがあって、うん、これあの、ハリー・ポッターの作者の J.K. ローリングスがやってるのも一緒なんだけど、おうおうおういわゆるこう、フェミニズムの反逆だって言われちゃうんだ。ああ、はいはいはい。特権を持ってる男性が女性になるなんてみたいな、す、う、で、ん、にっていう。あそういうね、うん、いわゆるフェミニズムへの反逆だっていう捉える動きがあって、これが結構ねじれてて難しいっていうか、うん、分かりづらくなってるし単純に判断できなくされてるんだけど、うん、だから結局だからこれで何が必要かって話が出てきてさ、この映画の中で、うん、いわゆるステレオタイプがこれだけ生まれちゃうわけよ、やっぱりこう一定で描かれるから、うん、結局このバッファロービルの影響でさ、あのいわゆるまあ CSI とかいっぱいあるじゃん、いわゆるこう刑事ドラマもの、うん、はい、もう犯人がトランスジェンダーばっかみたいなさ。ね、しかも色そうだね。いろんな作品で描かれるともう絶対にそういうもんと思っちゃうもんね。だから結局これで言われてるのは、とにかくもっと幅広いキャラクターで描いてくれよって言ってるの、当事者たちはね。うんうん。いわゆるそうじゃない人もいるだろう。まあそう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 。まあなんだろうな。あの黒人で言うとよく言うさ、足速くない人もいるだろう。うん、まあそうそうね、別に、確かに。別にリズム感が良くない人っているだろうみたいな。そう、まあ、まさにそうですね、確かに。まさにそうじゃん。っていう風になってて、まあだから、うん、とにかくこう当事者の人たち言ってるのは、まずい描写でもいいからとにかくいろいろ描いてくれと、うん、その中に自分が見つけられることがあるんだっていう、うん、これでこの自分を見つけるっていうのがさ、これはだからさっき言った8割知り合いがいないのも一緒で、うん、トランスの人たち自身が自分たちの仲間を知らないっていうパターンがすごい多いんだよ。まあそうかそうか、確かにね、うん、でこれが結構なんだろうな、簡単に例えると、最近話してたアメコミでさ、黒人ヒーローとかがなんで必要かみたいな話をしたじゃん。うん。いわゆる自分と同じ人種のヒーローがいるってことに子供は希望を持つんだって。まあそうですね、投影できるというか、まあ、まあ確かに確かに。これがまさにトランスの人たちもいないっていう話です。うん。あまりにもトランスジェンダーが偏見の中で描かれてて、うん。私こんなんじゃないんだけどっていうのしかない。いつもワンパターンでね、描かれてっていう。っていうので、やっぱりそこを変えていかなきゃいけないんじゃないのっていうので、こう、現在として描かれていくんだけど。うん。だそういうなんか、その、みんなが知ってるメディアに自分がいないっていうと、なんかこう、やっぱ社会からね、阻害されてる感。阻害される感は、すごい増しちゃいますね、うん。なんだろうな、自分の話で言うとさ、なんだろうな、うん、すげえ、これはまあ、単純に学園物の話なんだけど、うん。学園物映画っていっぱいあるじゃん。うん、ありますね。でこう、優等生がいて、オタクがいて、みたいな。うん、はい。スポーツできるやつがいてみたいな、いろいろなヒエラルキーが描かれるじゃん、崖の、うん、で俺まあ映画をいっぱい見るからさ、崖物もさ見るんだけど、うん、あんまり崖物得意じゃない理由があって、うん、俺登校拒否だけど学校に友達がいるみたいなやつだったの。あ、確かにレアケースですね、確かに。あ、いわゆる登校拒否で年間100日ぐらい休むんだけど、普通に学校に行くと友達がいて友達と毎日遊ぶみたいな。おほほほほ、だけど週に4日は来ないみたいな。あ、まあやっぱどうしてもね、やっぱ登校拒否ってやっぱこう引きこもりみたいな、なんかこう不登校みたいなイメージで描かれるからですもんね。なんなら告白って映画でひどいことになってたからね、登校拒否だったら、へえ、うん、っていう風になってるから、なんだろう、うん、自分がいない感じがんだよね、崖物の中で。ああ、そっかそっかそっか。そうだから、あの霧島部活やめるってよって映画のさ解説とか、うん、この中であなたの感情移入できる人があなたのこう投影してるキャラクターですみたいに言われるとさ、うん、この中に俺いないんだよなって話。ああ、まあ確かにね。っていうのがまさに、まあ俺の場合は本当に簡単なものだけど、そういうものに近いのかなっていう考えると、うん、ちょっと俺たちでも分かるかなって感じなんだけど。うん、そうかそうか、なるほどなるほど。まあこれで結局さ、その映画の中でなんで殺人犯だったりとか、うん、それ極端な描き方しかしないかっていうとさ、うん、やっぱマイノリティはターゲットじゃないっていうのがあって、あ、まあまあね、うん、お客さんとしてね、はいはいはい、だからこれは前も話したクレイジーリッチエイジアンズで、うん、アジア人しか出てねえじゃん、こんな売れねえよって言われたらちゃんと売れたみたいな。あ、はいはい、アジア人しか出てない映画でもちゃんとマーケットになるじゃんっていうね、うん、
っていうので最近増えてきたって話も、これまさにトランスジェンダーもそうで、うん、要は、さっき言ったターゲットから外れ、トランスジェンダーがあんまいねえんだから、トランスジェンダーが主人公なんて言うんだよ、売れねえよみたいに言われちゃうけど、結局。まあ、そうかそうかそうか、そうか、まだ映画撮る前の段階でね。だから企画がそもそも通りづらい、うんうん。ちゃんとしたトランスジェンダー描こうって映画がなかなか通りづらい。なるほど。そして、トランスジェンダーを使ってより悲劇的な映画ばかり増えていくっていうね。うん、うん。いわゆるその、さっき言った殺人犯だったりとか、うん、悲劇のヒロインみたいな、ヒーローみたいな扱いになっちゃう。はいはい。そうすると、それも極端だからさ、それは。まあそうです。だから、結構その等身大のがやっぱ全然いないってことですね、はい。で、しかも悲劇っていうことが辛い目に遭うわけよ、トランスジェンダーの人がと。うん、はい、はい。女のはトランスジェンダーの人あんまり見たくないでしょっていうのもあるし。いや、確かにそうですね。だから そもそもじゃあそこでもターゲットにされてないんだ。そう。要は、いやそのトランス以外の人が、あ、トランスでこんな感じなんだっていうのを見るための作品になっちゃうっていうこと。そう。だからやっぱり部外者感になっちゃう。うん。だからまあその物語に自分を探すっていうのはさ、まあ何でもそうでさ、本でも何でもそうだけど、うん、感情移入すると見やすくなるじゃん、やっぱり。うん、これ俺だなみたいなさ。ああ、そうそうね、やっぱそうですよね。これがないっていうのがどれだけ辛いことかっていう、うん、どれだけ寂しい気持ちをするかっていうところ。確かに確かに。まああと特にね、トランス男性に関しての作品とか特に少ないっていうのあって、そう、これもそうね、この映画の中でも言ってましたけど、確かに全然見ないかもしれないですね、そういうのって。だってトランス女性はさ、まあ、さっき言ったオカマ扱いだったりとか、こういろんなある意味差別もあるんだけど、まあまあ、出てる子は来るわけよ、極端な形でね。まあまあ、はい。トランス男性にだって存在すらしてない感じにされちゃうっていう。まあ本当そうですね、確かに確かに、まあ、ある意味同じ数いるはずだっていう。まあね、確かにね、うん、映画でも言ってましたけど、そうです。で、まあだからテレビで自分と同じ人を知るっていうところで、まあなんだろうな、トーク番組だったりとかリアリティショーで、うん、あ、トランス男性の人もいるんだっていうのを知るぐらいの状況しかないっていう状況があった、うん、私これはアメリカだけじゃなくて日本もそうですよね。いや、日本はもっとそうなんじゃないかな。もっとそうか。だってなんか有名人でもあんまり知らないですもんね。で、性自認してる人ってなかなかそこをさアピールしないからさ。まあそうか。まああとだからなんだろうね、あとまあここでさ、あのなんだっけ、あのボールカルチャーっていうのが出てきて、うん、はいはいはい、いわゆるこう、なんだろうな、トランス女性っていうのはやっぱこう女性らしさをギガ化するっていうか、うん、より強調した女性らしさとか、うん、いわゆるこう、実はファッションの最先端で実はトランスジェンダーの文化から全部来てんだよみたいな話が出てきて、まあなんかね、そのスタイリストたちがってことだよね、なんかそういう、まあだからメイクさんは逆に言うとゲイの男性が多くて、うん、いわゆる女性らしさをとても強調する、うん、ゲイの人だから、まあそうそう。っていうのもあって、その、なんだろうな、まあだからドラッグクイーンとかさ、うん、はいはいはい、いわゆるこう、そういうルックになりがち。うん、でも逆に言うと、これが最先端の、いわゆるそのマドンナが取り入れたのか。うん、はい、こういうボーギングとかね、これで。まさにそういうのだし、うん、まあだから、その、ボーグっていうものが落ちてそうだから。うん、あと、まあ、最近だとね、あの、ビヨンセの最新アルバムの、その、ビジュアル的なものっていうのも完全にボールカルチャーの一部だし、うん、そういうのがあったりとかして、まあ逆に言うと、ビヨンセは当事者じゃないっていうのを、逆に言うと、こう言われたりしてたんだけど、うん、まあ、ビヨンセはもともと知り合いっていうか、家族とか近い人にトランスジェンダーとかいて、もともとその文化に触れてたんだみたいなのを話したりしてるんだけど、うん、そういうところだったりとか、だからその文化としては取り入れてるくせに、そこの理解はないっていうつなさ。うん、まあなんかこれもやっぱポップカルチャーがね、やっぱそこだけ奪っていくっていうかね。いわゆるまあまあだからあれだよね、あのまあその黒人が持ったブルースをこういい感じにして映画ロックにしたみたいな話でもあるの。そうですね。まあだからそのボールカルチャーも調べるとやっぱ60年代からあるらしいんで、そう、結構歴史は長いはずなんですけどね。そう、なかなか。だけどやっぱりまだそこまで知られてない、うん、ところもあったりするっていう。まあでもね、分かりやすく昔からロックスターとかさ、うん、まあ、グラムロックとかまさにそうじゃん、デビッド・ボーイだったりとか。ああ、まあまあ確かに、ね。あいつだって非常にこう性別が不確定というか。確かに、まあよくね、中性的とか言われてましたけど。あれとかの魅力っていうのはまさにそういうところの魅力だと思うから。うん。そういう不確かさみたいなこともあると思うんだけど。で、そこもさ、グラムロックでも確かに、まあ、ボール文化、うん。かつて切るとでかいかもしれないですね。いや、だってね、そのドラッグクイーンっぽいメイクしてるからね、みんなやっぱね。ですもんね、確かに。で、やっぱ派手で、きらびやかな服を着てる、うん。
で、さらにこう髪も派手な色に染めてとか。まあ、確かに確かに。そういうのもあるから。いや、だからこれもね、そのカルチャーのうちなんだけど、まあだからこれも、なんだっけな、あの、スパインドラッグ戦争で出てきた、うん、女性は金を稼ぐためにセックスワーカーになるしかないみたいな話で。うん、はいはい。これがまた出てきて、こっちにも、うん。あの、トランス女性がセックスワーカーとして映画に出ることがすごい多いんだけど。うん。それもイメージだって言えたらよかったんだけど、実際セックスワーカーがすげえ多いって話が出てきて。ね、これもね、これが結構そうらしいですね、なんかね。で、まあ、普通の人の3倍と約言われてて、うん、割合としては。3倍セックスワーカーの人が多くて、さらに有職人者とそれが4倍になるっていう。なんかね、はい。まあ、だからこれは完全に職業差別というか性別差別で、うん、先週も話したよね、まあ、トランスジェンダーとか面接に来たら落とすっていう。まあそうです、はい。そういう人をこう就職させないっていう動きがやっぱある。うん、まあね、だからやっぱみんな就活とか、まあ、日本の人で隠して、やっぱね。そう、やるしかない。やる人がやっぱ多いって言いますよね。だからそれがバレちゃダメっていう状況がもうダメなんだけどっていう。そう、だから今履歴書とかでも男性、女性、まあまあまあ、その他とかあるじゃないですか、うん、そこに、ま、就活で丸卒する人ほぼいないらしいです。いやだからあれさずるいよね。そうそうそう、あれさやってますじゃん、トランスに理解ありますよって。そう、別にね、リアクションにちゃんと欄ありますよってやってるけど、ね、まあ、実際やっぱ偏見とかもね強いから。だからさ、逆に言うとあれあぶり出しにしか実は俺なってないと思うんだよ、はっきり言って。ああ、まあね、あれはだから意味ないと思うけど、そもそもじゃあ各欄自体をなくさないとダメでしょ。まあそもそもそうですよね、確かに。要は男性しかできない仕事、女性しかできない仕事ってなんすかねって話だから。まあそう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 。だからあそこ各自体がそもそもそうか。そもそも欄がある時点でもう理解ないんじゃないのっていうふうに俺は思うんだけど。まあ確かにね。まあだ、これでまたね、このセックスワーカーが多いっていう事情の中で、またそのドラマでの描かれ方が出てきてさ。うん。とにかく殺されると。うん、はい。ジェンダー女性の役の人は。うん。だけど、セックスワーカーは殺されるシーンが特に多いと。うん。で、まあ、さらに、もう一個あるとしたら難病ものだと。ああ、はい。これだからさっき言ったさ、悲劇的なドラマが多いっていうのの延長なんだけど。うん。しかも性転換が原因の病気にかなりなるっていう描かれ方になる、うん、これもだからドラマ性ですね。だから特殊なっていう意味でドラマしやすいというか、自分たちが理解しえない領域の人たち。うん、そうそうそう。だからこれもやっぱりさ、大事なのはいわゆるその当事者を増やすって話、うん、でまあこの後あのトランスジェンダーを演じるっていう話が出てくるんだけど、うん、やっぱこれに合わせて出てくるのは脚本家だったりとか、うん、監督だったりとかスタッフにもトランスジェンダーの人が少ないんだよね、結局。やっぱね。だから逆に言うと、そのステレオタイプみたいじゃないですかっていうツッコミが入らないっていう。まあ、しかもこういうものは多分思って書いてる人も多いでしょうしね。いや、こういうもんでしょうって思って書いちゃってるから。いや、そんなことないっすよっていう人がいない。まあ、多分演出で演技指導するときも多分、そうなっちゃった。で、まあ、これでトランスを演じるっていうところに出るんだけど、うん、まあ、だからなんだろうな、この何本か映画が出てきてさ。うん、でまあ、ここで、あの、なんだろう、そのトランス男性のさ、うん、アカデミー賞取った映画もあるんだけど、うん、まあ、なんだろうな、こう、これもだから、あの、黒人の問題とって、実はこれも近くて、うん、あの、黒人の映画の中のキャラクターで、マジカルニグロって言葉があるんですよ。うん、ああ、なんか今言ってましたね。あの、いざという時にこう、出てくるというかね、最後のいいとこで。これだから、この中に出てくるダラスバイヤーズクラブって映画の中に出てくるジャレット・レトが演じてるトランス女性の役っていうのはもともとないと。実はなんだけど、もともと存在しない役なんだけど、うん、映画の中で描かれてて、すごいこう重要なことを言う役になってる、うん。だけど、彼は逆に言うと亡くなるシーン以降一切触れられないっていうね。はい。っていうなんか、いわゆるその、いいことを言って、はい、退場みたいなことになってませんみたいな。うん。だけど、逆にこういうジャレット・レトは、この演技をめちゃくちゃ褒められて、うん、あのアカデミー賞を取ったりしてる。はいはい。っていうので、まあだから、先週話したその雇用機会の話だよね、これも。まあそうですね、うん。トランスジェンダーの俳優さんとかいるんだから使ってよって。まあそうそうそう。確かに。わざわざそのね、シスジェンダーの人たちを使ってさ、うん、演じさせることって意味あるんかねっていうさ。確かに確かに。っていうのがやっぱ出てきてて、うん、てかそこはなんだろうな、触んねえんだみたいな。
まあね、そうですね。だからそこであることによって、やっぱり理解が進まないし、その人たちがやるのってよりギガ化したものだけど、やっぱり。うん。その、より強調した感じ、トランスジェンダーの特徴、はい、味になっていくから、やっぱりそこは理解できないし、まあ、言うたら、役以上にやっぱその性別の演技をしなきゃいけないわけですからね。そうそうそう。だから、これが、だから本当に、なんつうのかな、これがどうなっちゃっていくかみたいな。うん。っていうので、まあ、こう、いろんなのが出てきてさ、こう、なんだっけ、出てくるよね、あの、キャンディス・ケインっていう女性さんが、はいはいはい、シーマネっていうドラマがあって、うん、私が出れるなんて、うん、私が主役のドラマがあるなんて言って言ったらさ、うん、もう、あの、ピッチを変えられるっていう。そう、これすごいなと思いましたね。これちょっと、結構びっくりっていうか、マジかよってさ。だからもう、そういうイメージでしたかってか、まあ、ね、だからナチュラルさも全く求めてないっていう証拠ですもんね。あれですね。本当に分かりやすい、その、なんだ、トランス女性のキャラクターでやらないと分かんないんだみたいな。うん、そう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 。てか、より女性じゃいかんのかってさ。そう、なんかもう一人ね、あれ、女性、見た目が女性すぎて、はいはいはい。なんかその違う男性の俳優さんに変わっちゃったとかもね、出てきましたけど。あとあれね、そのトランスジェンダーなんだけど言えないで、そのまま女性としてずっと役を演じてきた人。うん、ああはいはい、そうですもんね。あとだから、まあさっきの映画だと、あのボーイズドントクライでね、ヒラリー・スワンクがやってて、まあ、これもめちゃくちゃいい映画というか、まあ評価された映画で、うん、まあ実際のその殺されちゃったそのトランス男性の話だったけど、うん、さっきのトランス男性の映画が少ないから、うん、まあ、トランス男性の映画だと思って見に行ったら本当にひどい目に遭う、そのヒラリー・スワンクが演じる役が、うん、はい、それが本当にトランス男性本人からすると本当に恐ろしい。うん、これはこんなにはかもしれないのかって思うぐらいやっぱしんどかった。うん、やっぱその映画はやっぱり演技がすげえから評価されるっていう。ああ、まあね。理由なんだろうな。このなんだろう。非常にこう微妙なバランス。いわゆる辛いことを頑張ってるから賞がもらえるんだけど、うん、なんで私たちのことこんなに辛く描くのっていう。うん、まあそうそうそうね。確かに確かに。これっていうのはやっぱり身近にいなくてさ。うん、こう思われちゃうの嫌だなって人たちが身近にいないから、じゃあこの人たちに全部辛いとこは任せちゃおうぜっていう話だと思うんだよね。そうですね。だからさっきからもずっとだけど、ナチュラルに社会の一員としての描きからって全然されないってことですもんね。やっぱ登山扱いっていうね。だからそう、まあだからこれはさ、もうだから毎回言ってるそのニュースとかのコメンテーターとかでさ、そういうお姉キャラの人を使ったりとか、うん、外国人の人を使ったりするのってまさにこういうことで、うん、俺たちの外からの視点が欲しいみたいな。まあまあ、そっかそっか。まあね。逆に言うと、お前らは中身じゃないよ。お前らは仲間じゃないんだよってところがあるんだよ、結構。なんかそうそうそう、そういうイメージですもんね、確かに。まあ、これに関しては俺も結構そういうことを体験する機会が結構あるんだよ、生活してて。ああ。はい。やれもんね、みたいな扱いが受けることがある。まあ、自分の言ってましたもんね、前ね、確かに。俺はあれだな、なんかそういう視点を期待されてるなってことを俺も感じるから。だからめちゃくちゃ言ってほしいんだろうな、みたいな。まあ、だからまあ、普通の、なんていうの、まあ、一般で働いてるサラリーマンとかからすると、なんか特殊な生き方というかね。あれだってことさ、俺でもあるってことなの。いわゆる男性でさ、うん。ね、普通の男性ですらこういう場合があるわけだから。まあ、確かに確かにそうか。特定がさらに変わったら超いっぱいあると思うんだよ、うん。死ぬほどあるっていう。で、死ぬほど壁がある。確かに確かに。ってことだから。で、これがまあ、本当にさ、辛いよね、見てて。うん。で、その人たちの人権が踏まれてることが、ある意味その、ハリウッドの華やかさだったりとか、うん。ドラマとしての面白さだったりしてることに直結してるっていう。確かにエンタメ化されちゃってるとかね。で、こう、結局、自分たちはエンタメ化されちゃって、自分たちは理解されないっていうさ、うん。本当にしんどいことがあって、要は自分を見る目を変えたいわけです。トランスジェンダーの人たち自体は。うん。俺たちはこういうことじゃないぞ。もっとこういう奴らもいるぞってのやりたいのに。うん。そういう風にならない。まあそうですね。ずっと極端と。ずっと極端な話。だからその、なんだろうな、これでインタビュー番組の話も出てくるけどさ。うん。すぐ手術の話される。うん。すぐ性転換手術の話させられる。はいはいはい。でついてるのみたいな話すぐされる、うん、これは差別ですよ、はっきり言って。いや、ほんとそうそうそう、変な話ですよ、ほんとに。考えてる、それを普通の女性にやったらセクハラじゃないですか、どう考えたって。そう、あれは男性もそうだけど、それをでもトランス
女性に関してはガンガン行っちゃうっていうかね。そういうことなんだよね。それ挨拶ぐらいになっちゃってるとか、バラエティだと。だから本当に、だからこれがねじれてるなと思うのは、すごいそのゲイ男性からも敵になってる時があるんだよね。だからさっきのトランス男性。だからこう、なんだろうな。LGBT って並べられてるけど。そうなんですよね。まあ、確かに。実はその間でも溝があんだよっていうのをここでわかるんだよ。だから LGBTQ みんなで立ち上がりましょうって今なってるけど、うん、なるまでに結構大変な目に遭ってる。まあそうそう。てかまあそうか、でも LGBTQ の人だよねっていうのもそもそもおかしいのか。だからまあ何度も言うように、これなんでさ、当事者、さっき言った。うん、はいはい。いわゆるその制作者側に当事者がいたらどうなるかっていうのでさ、いわゆる未来として描かれるそのオレンジのニューブラックだったりとか、うん、ポーズっていうドラマがこう描かれるんだけど、うん、で当たり前の世界として描かれる、うん、だから別に君トランスだよねとかゲイだよね、うん、言わないで普通にできる、まあ、日常のキャラクターとしてね、それでできる、うん、これが大事なの。まあそうですよね。逆に言うとさっき言ったみたいな性別を欠かしてる時点でダメなんだよってさ、うん、本当にそれを思いましたね。そうかそうか。確かにね、理解するっていうのはそこに当たり前にいていいっていうことにならなきゃいけないから、うん、だからここでも出てくるあの子供は見えないものにはなれないって言葉があって、うん、俺も本当にまさにそうで、いわゆる見えないもの扱いされてるわけよ、トランスジェンダーに対して。まあ確かに確かに。で見えないものじゃないからっていう、うん、っていう風になって、うん、はい、実際いますからね、やっぱちょっと実際その場にいたりするからさ。でまあそれがね、うん、よりマイノリティでより出会いづらいから、うん、じゃあこれぐらいで描いていいんだって話はならないからね、やっぱり。うん、まあそうですね。だから、なんだろう。なんつうのかな。君が犠牲になるおかげで100万人救われるんだみたいな話だけど。うん。いやいや、そういう問題じゃねえだろ、その一人に救えよって話だから。うん、まあそうそうそう。君たちが犠牲になるおかげで僕たちは救われる。うん。いや、ちゃんと救ってくれ、全員って話だから。そうそうそう。だから結構、だから最近のそのなんか、アカデミー賞とかでも、人種とかそういうセクシャルマイノリティの人の絶対数を増やそうみたいな。あるじゃないですか。だからまあよくあるそのなんつうのかな、あ、だから国会議員のその男女比率を50にしようとか言ってさ、 あの、うん、あの大田堀さんたちの議員がさ、いや能力があるやつ、そうそうそういう人いますね。まず揃えるね。そういう、まず揃えてそっから始めなきゃいけない、ね、だからなんか、いやそもそもその議員になりたがる絶対数が違うんだからとか言うけど、いやそれはだって その空気感だったらなりたい人いないでしょっていう。だって今見てもさ、だって同じ女性議員が LGBT に生産性がねえとか言ってんの。まあ、それちょっとまた別問題かもしれないけど、まあでもそういうことですよね、でもね。なりたかないよね。だってどう考えても差別されていじられるわけじゃん。そうそうそう。今、矢面に立ったら。ですよね。だから、なんかポリコレがどうたら反対派みたいな人いますけど、こういうの見るとやっぱ、その、なんていうか、発信する側にやっぱ、ね、発信する側だったり、そういうなんかルールを決める側に、そういう人たちいないと、ずっとね、ずっと偏見のまま進んじゃうってことですよね。要は結局理解がないわけだからさ。うん。まあでも本当になんだろうな、なんか全部商売になって嫌だなと思うのはさ、うん、あの、なんだっけ、プライドジャパンっていう、その LGBTQ アリーのサイトというかニュースサイトみたいなさ、いろんな記事とかコラムとか読めるんだけど、はい、そこにまあなんか広告としてさ、うん、なんか LGBTQ 向け求人数利用数ナンバーワンみたいな求人サイトみたいな出てくる。おお、そういうことがなきゃいけないのが逆に今って、ね、まあね、ほんとかそうか、そこでもう区切られちゃってますもんね。まあでもそういうものを作らないと保護できないっていう状況もあるわけで、まあそこもまあ確かにね、そうか、さっき言ったみたいに普通にバイトルとかさ、うん、あ、まあね、すると落とされちゃうんだよ、落とされちゃうからってことですね。だからほんとひでえなと思うわけで、確かにね。まあでもね、これを見ることによって本当になんだろうな、身近にはいないけどこういうことになってるんだっていう。うん、本当そうですね。だからこう逆に言うと、この未来として描かれるさ、いろんなドラマだったりとか、うん、映画だったりが本当に良くなってて、うん、まああとあれだね、だからそこをさ、そこをやっぱ映画ってやっぱりそれを見て当たり前だって思うこともあるし、うん、あ、こういう世界になったらいいなって思ったりするっていう希望の意味もあるけど、うん、まあだから子供たちがそのさっき言ったヒーローに憧れると一緒で、はいはい、あ、LGBT、まあだからなんだろう、トランスジェンダーのヒーローがいるんだ。うん、だ私もトランスジェンダーだけどヒーローになれるんだみたいな話。うん、まあそうそうね。確かに確かに。それがまあトランス男性だってトランス女性だったりして、さらにゲイだったりレズビアンとかするわけだから。うん。だから結局これを見て大事なのは、自分が何なのかを改めて考えなきゃいけないんじゃないか。うん。
ていう、うん、まあ前も話したいわゆるこうヘテロセクシャルで私はシスジェンダーですよって、うん、何度も言うようにストレートっていうのは何だって話じゃない。まあまあ確かにね、うん、曲がってる曲がってる話じゃねえだろみたいな話。その言い方もよくないのか、確かにストレートね。だからまあ改めて自分はヘテロセクシャルで、うん、僕はジェンダーが一致してるからシスジェンダーですよって言えば、うん、とその中で一部なわけ。トランスジェンダーっていうジャンルでしかないわけだから、うん、ジャンルというかその一部でしかないわけだから。まあそうですね、うん、俺たちが普通だと思ってることがおこがましいんですよ、逆に。まあまあ確かに、たまたま数が多いっていう、ね、人間だ。俺たちたまたま政治人が一致してて、うんね、異性愛者だっていうだけなんだよってこと、うん、っていうのをやっぱ意識しなきゃいけないし、うん、っていうかまあなんだろう、ね、やっぱこういうものをちゃんと見てね、うん、学ばなきゃいけないなと思うし、やっぱりこうあのオシャウスキー兄弟がさ、オシャウスキー姉妹になったように、うん、全然変わることってのはあるんだし、人間は、うんね、マトリックス作ってて、ああなったけど、実際作ったマトリックスも今回の去年やった4はさ、完全にそこに明るくなってて、あへ、まあ、彼らは本当はこういうことがやりたかったんだなっていうのも分かったりする作りになったりするんだ、うん、そういうのもあったりするからね、うん、まあだから本当にでもあれなんだよ、その、なんだろうな、まあだから本当になんだろうな、嫌な方ばかり見えるじゃん、うん、なんかトランスジェンダーばっか優遇してさみたいな、なんか LGBTQ ばっか優遇してみたいなおじさんたちいるけどさ、お前らがさ、下駄履いて歩いてんだからさ、まあそうそうそう、まあね、ちょっと高いところにいるわけよお前らって。そう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 、これってあれじゃん、あの白人の話でもしたじゃん、黒人白人の話、うん、そもそもスタート地点違くない俺らって話が出てる。そうだから僕らが何気なく、多分僕らというかそのマジョリティ側が何気なく通ってる道がもう一部の人はめちゃめちゃ壁を越えないとそこにたどり着けなかったりとかっていうことは意識してないってことですよね、そもそも。まあだからよく言うんだけど、俺たちが普通に歩いてる足元ですげえいろんな人の足を踏んでんだよ。まあそうそうそう、そういうことですよね。なのにそれに対してなんか生きづらい社会になったなとか。ああ、まあね、言う人もいますね。ああいうのは本当に最低だなと思う、そういう中に。表現の自由がなんかね、なんかね、表現の自由ってそういうことじゃなくて、うん、そこにちょっと話し合おうかみたいな話なんだよ、結局。そうそうそう、そうですね。だから多様性もこうなんか、いや、なんかそういうのに反対する意見も多様だろう、多様性の意思だろうと言うけど、そっち側じゃんっていう。多分、多様性を否定するやつは多様性に入れないんですよ。そのだからその受け入れる数を増やすのが多様性なのに否定を増やしちゃったら意味ないじゃんって。選択肢を増やすのが多様性ですからね。まあだから多様性を受け入れろっていうけど、まあ何度も言うけど、あの人種差別主義者お前らはあのこの箱舟には乗れないのかみたいな話だから。まあまあそもそもね、あのその権利ないからって。そう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 、っていうのがあのノアを運ぶのを信じてる宗教の人に多いから嫌になっちゃうんだけど。まあそこはまたなんか宗教絡んでくるとまたね。またそれはまた確かに、まあ宗まあね。まあだから逆に言うとこれもさ、やっぱりあれなんですよ、そのトランスジェンダーに理解が進まないっていうのはやっぱり先週の話したさ、うん、同性愛に対しての理解が進まないのもやっぱりイコールだから。まあそうそうそう、やっぱりそれに関してはやっぱ LGBTQ まとめてっていう言い方になっちゃうけど、これやっぱりまとめて理解する面でいかなきゃいけないし、うん、だから要はよりマイノリティにしてるわけ、よりこう少ない人がいるわけ、いろんなところに、うん、だ一個ずつ受け入れていくとまだマイノリティがまだいるっていう。まあそうですね、はい、っていう形でやっぱ受け入れ続けていくしかないし、やっぱ受け入れなきゃダメだろうと思うから、これやっぱ一番やっぱそうですね、やっぱナチュラルに生きれるっていうか、まず最初の壁ですよね、全員がね。まずその、だからその LGBT を隠したりとかしなきゃいけないとか、それこそ。まだこれでも言ってましたけど、暴露、暴露されるみたいな演出が、まあこれ映画でも多かったって言ってましたけど、いわゆる、いや、これ女性のふりしてるけど、実は男性でしたみたいな演出？ガーンってやつ。そう、ガーンってやつ。さ、なんか、正体暴いてやったぜみたいな。じゃないけど、正体本当の本性は本当はこっちなんだみたいな。本当はだってトランス女性なわけじゃないですか。いやだから別に本当は目の前にあるわけじゃないですか、別に。そうそう、なんかそういうのがね。まあだからなんだろうな、その単純化するっていうのが全てダメなわけで、やっぱり、うん、なんかあっちかこっちかみたいな話をするとさっき言った多様性の否定になるわけで、うん、まあだからさっき言ったその8割周りにいない状況、うん、まあ当然理解進まないから、さっき言った当事者が現場に入って脚本家やらスタッフやら何やらが、うん、
で当事者が増えていくといろいろ入ってくる。まあ、そうですね。そういう時に、なんかあの、なんだろうな、ポリコレを気にした演出がうざいみたいな人がいるわけですよ。うん。なんかあの、バズ・ライトイヤーでさ、あの、同性愛、なんだろう、いわゆる同性愛キスのシーンがあってさ、はい、ディズニーがいちいちこういうシーン入れてきてうざいなみたいに言うんだけど、うん、いやさ、当事者が作ってんだから入れるの当たり前でしょってさ。うん、まあそうそうそう。ね。そして別に入れちゃいけない理由なくないっていう。うん。そうなんですね、確かに。基本的によく言うんだけどさ、なんか主人公が女になったから面白くなくなったみたいな言い方する人いるんで、いっぱいアメコミとかでも。へえ。いわゆるスパイダーマンが女になったりとか、スーパーマンが女性になったりするやつが出てきてるから最近。ああ、そういうことか。で、まあその、スパイダーマンが黒人になったみたいな、うんうん、あるんだけど、そういう時さ、女性になったからつまんなくなったんだ。黒人になったから面白くなくなったんだみたいな言うんだけど、うん、いや、それはさ、別に叫んで関係ねえからってさ。まあそう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 。あの、脚本がいいか悪いかだったんじゃないの、実際って。ねえ、確かにそうですね。そこもあるから、なんかね、二重でなんかそこのなんだろうな、思考停止感、そのポリコレって言葉を使っちゃった瞬間、もうダメだな感っていうのがあるんだけど、俺の中で。まあなんかすごいそれに嫌悪感持つ人もいますよね、でもね。まあ、何がダメなのかなっていう。何がそんなに君にとって不快なんだろうってすげえ思います。まあなんか、あれ、まあひねく、まあ、まあ、いつの時代もひねくれじゃないけど、カウンター、なんかね、あの天の弱な人いますけど。まあね、天の弱じゃ済まされないからね。実際君たちはそこを鹿としてこの世界が築かれてるわけだから。そうだよ。結構なんか自分が当事者になったって考えたら、ね、絶対嫌なのは想像つくと思うんですけどね、大体ね。まあだから基本的にね、すべてのことは想像力の欠如でできてるの、世の中。まあ自分はそうはならないと思ってるからね。君たちは撃たれないと思ってるでしょって。っていうことは、まあまあそうだ、うん。まあだからあれなんだよね。なんかそこにもう当てはめて考えなきゃいけないんだけど、本当に理解がすごく嫌になるなっていう話がこの映画だったよね。だから逆に言うと、これを一回見ることによって全然違うと思うんだよ、見える世界が。いや、まあ確かに僕もそうですね、これ見て、確かに。まあ、確かになと思います、やっぱ。うん、まあ、ぶっちゃけ、まあ、こんなこと言ってます。僕も、やっぱ、さっき言った、まあ、昔見てた日本のバラエティとか、うん、まあ、コント番組と漫画もそうですけど、うん、やっぱ全部ね、こういうトランス女性とか、やっぱ、ああいうギャグ的なキャラクターで出てて、何のためらいもなく、やっぱ大爆笑してましたから。まあね、まあだから、なんだろうな、あの、まあ、なんつうのかな、うん、ヒゲ的なね、うん、ヒゲ的なやつが、ああ、そうそう。自体がもう差別表現だから。そうなんですよね。で、多分、それ学校で、なんか、これ面白いよね、わははってみんなで喋ってって、うん、もしかしたらそのクラスの中には、そういう人もいたかもしれないと。そう。そしたらもう、それはね、地獄じゃないですか、やっぱ正直。完全に差別に加担してる行為ですね。ですよね。だから、こうやってやっぱり、ドキュメンタリーを見ることっていうのは、自分の知らない社会を知って、さらに自分の生きてる社会に生かすっていうのがやっぱ大事なんで。まあ、そうですね。こういうことを知ることが、まあ、大事なんじゃないかなって感じですかね。うん。うん、はい、じゃあそんな感じで今週見てきたんですが、うん、ってことで、まあ来週の今度ドキュメンタリーなんですけど、うん、今度はね、あの最低なものを見せます。うん、あんまりちょっと今回とは雰囲気が違う感じですか、ね、違う感じで、あの、本当に差別的で最悪だなっていうね。うん、っていうので、今回取り上げるのは、来週取り上げるのは、ホワイトホット。ホワイトホット。アバクロン・ビー&フィッチの聖水っていうね。うん、なんだろうな、あの、アバクロって吹き矢知ってる？うん、昔ね、なんか、ありましたね、渋谷とか原宿とか。あれなんだよね、銀座にあったんだよね。銀座にあったんだっけ？なんかこう、まあ、結構セクシーな、ギリギリな、セクシーな感じの人が。あの、お店の入り口にさ、うん、腹筋、裸の女性、裸の男性立ってたりとかする。うん。まあ、ちなみに俺、これあれなんだよね、実は俺の親友がアメリカで留学して、うん、アバクロに就職して帰ってたんだけど、実は。おおほほ。まあまあもうすでに辞めてるんだけど、はい、うん、まあ話聞いてて結構すげえなってのがあって、これがまさにこの中で描かれることなんだけど、うん、はっきり言って差別なんですよ、これ。はははもうこれ日本にはないんでしたっけ、ね、今もう撤退したのかな、多分。あ、まあだから一時期キムタクとかね、サンマが来ててすげえ流行ってたイメージだよね。まあだからアバクロに関してはね、本当にお店に行くとね、気づくんですよね。うん、同じような顔した人がいっぱいいるなっていう。うん。顔で選んでんだよ。まあ、なるほどね。このタイプの顔とこういう髪型のやつを入れろってのがあって、うん。それ以外のやつは抜け。なるほど。そしてこういう人に売れみ。うん。もう完全決まってて。はははっていうね、なんだろうな。まあ、もうはっきり言って差別なんですよ、それもね。うん。いわゆるルッキズムなんですよ、こっちに関しては。まあ、はいはい。
ルッキズムと人種差別が両方入ってて、うん、これをまあぜひ見てほしいんだけど、うん、本当に最悪だなっていう面接のね要項みたいに出てくるの。ああ、そうかそうか、そう出てくるんだ、はい、こういう人は落とせ、こういう人は受からせろみたいなの出てくるんだけど、あ、もう面接する前にまずそのもうあのあんだよ、なんかガイドブックみたいになって、あのか、だと例えば髪型だったら短めのやつ受からせろ、ドレッドは不快採用みたいな。ああ、まあでも人種かね、これ。完全に人種だったりとか、もう見た目で完全差別しちゃうけど。っていう風にやって、ブランドイメージっていうのを作ってきた感じじゃん。で、ブランドイメージって結構そうじゃん。いい男が着てるとか、マッチョの服とか、まあ、金持ちが着てる服ってイメージがある。はいはい。それをより強固にやったのがマクロン。なるほど。マーケティングからそういうのが全部入ってる。まだ、みんなウェルカムじゃねえって。ああ、まあそういうことか。なんか、自分には来てほしくねえな、みたいな。ああ、まあなるほど、そういうことね。すげえ嫌な気持ちになるんだよ、ね。ああ、お前が着るなよ、みたいな。いや、その、すごいね、排他的なイメージなんですよ。ブランド戦略なんですよ、それが。これが、まあ、さっき言った LGBTQ やら、そういうなんか、ボディポジティブやら言ってる時代の中にさ、いて、どんどんアップされたら、どうなるかって話なんですよ。まあすね、はあ、はあ。なるほど。改めてこれをちょっと一緒に見てもらえればいいな。わかりました。はい。じゃあ来週はホワイトホット、アバクロンビー&フィッチの清水っていうの。はい。わかりました。見ていきます。いやー、ほんとね、これもね、はっきり言ってなんだろうな。俺的にはファイヤーとか、あの、Twitter 詐欺に近い社会だなっていうね。うん、まあ、そっか、まあ。見た目だって気にして中身ねえな、みたいな。うん、なるほど。まあ、側だけとにかく作り込むみたいな、ね。とにかく側だけ作り込んだんだ、みたいな。あ、これで実際流行っちゃうんだから、それも嫌になっちゃうなってさ。まあそうか、確かにね。なんかアバクロの袋持つとか流行ったんだよ、アメリカであった。裸の男性が書いてあるロゴにさ。はいはい。あの袋があって、みんなそれ持ってたりとか。高いんだよね。当時から高くて、やっぱ T シャツで1万円ですよ。どうぞ、生地的にはいい感じのもの。そこそこ。そうそう。まあまあまあ、ハイブランドって、ハイブランド手前のカジュアルブランドかな。ただ、はっきりギャップ近いんだよ。あ、雰囲気としては、うん、っていう感じでね、なんかこういうのを見て、なんか本当に人間ってやーねっていうところもまあ勉強になるんじゃないかな。うん、わかりました。はい、じゃあそんな感じで来週もよろしくお願いします。はい、はい、また来週です。さようなら。さようなら。